改めまして、ご紹介させていただきます。マチコン東京ドームにふるさと祭り東京、PR 大使に就任しました、ザワチンさんです。本はいモノマネ、メイク、ファンタジーさん、ザワチンです。<laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雨息が出るほど本当に綺麗で美しいです。ありがとうございます。 本日は世界中の女性たちが憧れる、はい、オードリー・ヘップバーンさんのものまねメイクでご登場いただきました。はいはい、どうですか似てますか似てますかあ,あ,ありがとうございます。 ありがとうございますまず早速お話を伺いたいと思いますが、はい、まずはマチコン東京ドーム員ふるさとまつり東京の PR 大使に就任されたということで、はい、意気込みをお聞かせください、はいはい、正直、最初なんで就任されたのかちょっと自分でも驚いたんですけどもあの、まあ、PR 大使になったので、まあ、たくさんの人に素敵な出会いを、えー、届けられるように、えーまあ、またそのたくさんの人が参加してもらえるように、えー、PR を。 ババンバンとと頑張りたいと思い思ますそして本日、はい、その美しいウェディングドレス姿、はい、身につけてみて、今の気持ち、いかがでしょういや、もうなんかすごい、自分もドキドキしちゃって、着てる時も、なんかすごい違和感がありましたね、でもやっぱ、こうウェディングドレス着た時って、まあ、なんていうか、孫にも衣装みたいな感じで、倍に自分が綺麗になったような気がして、とてもワクワクします。はい もう世界中の女性が憧れるこのオードリー・ヘップバーンさんのものまねメイクでそしてウェディングドレスということですが、はい、そのメイクに当たっては難しかったですか、はいかがででしたそうです、ね、あの結構、自分他の番組もオードリーさん風を結構やらせていただいているので、えー、慣れたっていうのもあって結構、時間も40分か50分ぐらいで済みましたね。えー、は やっぱ一時間以上ぐらいかかったりしまうんですけども今回は結構短くできました私もそのメイクやってみたいですという女の子、はいたらどの辺がポイントになりますそうですねこの黒い太眉がやっぱポイントになってくるかなと思いますね、ええ、眉毛、はい、あとこのつけまつげうこう上がり目になるようなつけまつげがやっぱポイントになってきますね、はい、こうやってウェディングドレスと合わさると本当に映画のワンシーンのようですあ,ありがとうございます <laughs> なんとウェディングドレスが、はい 初お披露目と伺っているんですが実際にメディアの前では,はあの披露するのは初めてなんですけども<え>あの去年か2年前ぐらいに一度だけ来たことが実はあるんですよねこのマチコン東京ドームインふるさとまつり、はい、東京の特別監修をされている桂由美のウェディングドレスと伺っております。はい、はい いやもう本当にすごいあのやっぱ有名じゃないですか桂由美さんのウェディングドレスっていうのは、えー、で自分のアシスタントも桂由美さんのドレスが着れるって聞いた瞬間にすごいテンションが上がってたのでいやもうすごい二人してわーってなってすごく喜びましたね、えー、やっぱ本当にすご形もすごい綺麗ですしやっぱなんか何か他とは違うやっぱ魅力はすごく感じましたね。 このザンさんといえばこのマスクがトレードマークじゃないですか、はい、今日、マスクにもあのお花がそうなんですよよく気づきましたね、はいえー、そう可愛くこう加工してもらって、レースとか、ここに花,に、えー、花とかこうちょっとキラキラしてるもつけてもらってやっぱただの、ね、マスクだけだとちょっとウェディングドレスが浮いちゃうなっていうのもあって、はい、あのデザインをしていただきました、とっても可愛いそしてキラキラときらびやかにジュエリーが輝いておりますが。はいはい はい、あのー、実はこちら、7億円だっていうのを聞きまして、自分、すごい今、恐れ多いんですよ、なんか動くのが怖いんですよね、いやもうこれ落としちゃったらどうしようっていう不安がすごくあります、えー、若干、ドキドキしながらい、いやもうだいぶドキドキしてます、今、<laughs> もうなんか本当、動けないですね、軸が、えー、怖いです、でもすごい素敵なものをつけてだなつけられるなんて、本当にすごい自分も嬉しいです、ね、ここでジュエリーの説明を少しさせていただきます。はい 株式会社シーマ銀座ダイヤモンド白石様よりりご提供いいただいております銀座ダイヤモンド白石は日本最大級のブライダルジュエリー専門店です、はい、ダイヤモンドを通して2人に寄り添い幸せを形にしたいという思いからより女性を輝かしく演出するダイヤモンドティアラの制作にも力を注いでおりますそして沢仁さんが着用しているジュエリーは 永遠を意味するアイオーニオンで総キャラット数約200カラットなんと先ほどザワチンさんからもありましたが時価総額7億円相当のジュエリーでございます改めて7億円のきらめきいかがでしょう いやもう素晴らしいきらめきですよね、あの重いですね、やっぱり<ー>すごく重たく感じますね、えー、でも本当にすごい素敵だなと思って、最近、みんなでやっぱ楽屋でこうつけた時に、ワイワイやってましたね、はい、今、7億円つけてるんだよっていう、そしてもう気品も漂っておりますが、すね、なんとですね、はい、この本日、ザワチンさんが着用しているティアラでございますが。 マチコン東京ドームインふるさとまつり東京にご参加いただいた方に着用できるチャンスがあるんですえティアラをつけたいという皆様ぜひふるってご参加いただければなと思いますが